形式やっぱ似てるから、まあ、対策にはなりますよね、うん、それ自体がやっぱ生きた問題になるから、うん、結構なんか好み分かれそうな気がしますけどね、うん、まあね、単純に合否見ちゃうとへこむみたいな人はっていうのはあるけど、武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗して、もうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、あの今まで教えてくれた先生方を信じて、僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんかあの直前期だけどね、なんか悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。中森先生、はい、今回の質問はですか。今回の質問はですね、うん、これから私立受験が始まります、うんうん、同じ学校を複数受ける予定ですが、うんうん、一度終わるたびに答え合わせをしてやり直しをした方がいいでしょうかと、うんうん、センターとかであれば全部終わってからと言いますが、うん、私立や国公立はすぐにやり直しをした方がいいのでしょうかという質問が来てます、うんうん、なるほど。まあでも私立で同じところを受けるならやった方がいいんじゃないですかね。結構なんか好み分かれそうな気がしますけどね、うん、まあね、単純に合否見ちゃうとへこむみたいな人はっていうのはあるけど、ね、いやでもさ、同じ学校複数受けんなら形式やっぱ似てるから、まあ、対策にはなりますよね、うん、それ自体がやっぱ生きた問題になるから、やっぱりやれるならやっといた方がいいんじゃないかなとは思いますね、うん、なるほど、なるほど。まあ類大とかがその違う学部で出るかもしれないですからね、同じ年度だったら。ただこれが翌日とかだったら体力回復に努めた方がいいんじゃないとは思うけど、まあ1日2日ぐらい空いてて、まあ勉強に費やせる時間があってなら、まあ要はその入試受けた後に次の入試に向けて何やっとけばいいのかってなると、受けた時点でなんかそのやらなきゃいけないことが発覚してたら参考書とかでね、その辺やり直すっていうのがまずいいと思うんだけど、まあ、でもそれがまだパッと何やるか思いつかないって感じだったら、その時解いた入試の問題をもとに自分ができなかったところとか、できてると思って間違えたところとかを確認して、次以降同じミスがしないように、もしかしたらできそうなところを増やすように、まあ動いていくっていうのが基本かなと思いますね。そうですね、最後の仕上げになりますよね、うん、すごい緊張感の中で解いたやつだと思うので、それで間違ったところ復習っていうのはまあ結構近づきますよね。そうですね、なのでまあ使わなきゃいけないというか、使いたい状況なのかどうかっていう自分の実力次第っていうところと、あとその気分的に採点とか向き合って大丈夫かどうかっていう精神結構ありますよね、うん、人によってはもう結果見たくないっていう子も見たりすると思うんで、うん、これは別にいい悪いじゃなくて、ね、そうですね、向き不向きの問題だから、うん、まあやれるならやったらぐらいで、うん、ただあの翌日とかだと体力の方が大事だから、あんま無理はしないでねって感じですよね。はい、ちょっと確認した上でっていうところですかね。はい、こんな感じです。はい、で今回の質問は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。